こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、ちょっと今日は来年の告知をしたいなと思います。1月27日、全農元素夜会、やりますけれども、また、初出演でね、してくれる、バンドさんが、見つかりました。ライブハートさんっていうね、バンドさんなんですけれども、前にね、ブランニューで対バンしてね、そこでちょっと仲良くなったんですけども、というかね、そのライブハートの、ドラムの、シンさん、昔ちょっとお世話になってて、めちゃくちゃもう何年ぶり、20年ぶりぐらいに、再会して、そこからね、またね、ちょっと仲良くさせてもらってるんですけども、まあ、その、シンさんが、ドラムで入ってる、バンド、ライブハートさんね、1月27日、電脳元素夜会出てくれることになりました。そしてね、2月20日に、今度は逆に、ライブハートさんが、堀江のゴールディで、イベントをするということで、誘っていただいたんでね、今のとこ、2月20日、お客さん入りのライブが、一つ決まったかなと思ってます。一応南都総楽団で出る、予定にはしてるんですけどね、また詳細とか決まったらね、お伝えしたいと思います。そのライブハートさんね、バンド名がライブハートさんなんですけども、そこのボーカルの方がね、ライブハートというお店をやっています。バーなんですけども、前に、1回かな、2回かな飲みに行ったんですけども、とてもいい雰囲気で、でね、この後ろに、俺のところもあるけど、エレドラありますけどね、エレドラ置いてね、生演奏ができるっていう、そういうお店になってます。よかったね、皆さん行ってほしいなと思います。住之江区の方なんですけどね、また、リンクを貼っとこうと思うんで、そのライブハートさんも、YouTube チャンネルやってるのでね、そちらもまた見てください。まあ、今度またね、ライブとかやったら、ちょっと YouTube の、なんていうのかな、合同企画というか、まあそういったコラボというか、そういうのもやってみたいなと思ってるので、まあまだ俺が思ってるだけで、オファーしてませんけども、まあきっと、何かコラボしてくれるんじゃないかなと、思ってます。本当にね、昔からのね、仲間と、出会えて、また音楽ができるっていうのは、本当にいいことだなと思います。うん。まあそういうことでね、来年も、ライブをね、入れていって、ちょっと動いていこうかなと思ってるのでね、よろしくお願いします。まあ他にもね、行ってみたい店とかいろいろあるんですけども、猫ジャンキーのギターの人がお店やってるっていうね、ストーリーっていう、お店をやってるというのをいつも Facebook で見てるんですけど、で、この間たまたま歩いてたらね、その店見つけまして、昔ね、よく出てたライブハウス D の、同じ建物の中にあってね、看板が出てたんでびっくりしたんですけど、ちょっと降りてったんですけどね、残念ながらお店は閉まってたんですけど、また覗いてみたいなと思ってます。はい。これも本人には何も言ってません。勝手に思ってることをね、喋ってるんですけども。まあ、本当にね、仲間がいるっていうのはね、いいなと思うし、また来年もね、仲間たちと頑張っていきたいと思います。ということで、今日はこの辺にしておきます。それでは、バイバイ。